今週の新題、スマスロリンかけ。設定6の機械割り 119% らしい。スマスロ、天井999ゲーム、コイン持ち 1K50 枚、31.5 ゲーム、AT 純増、約 0.1 枚か約 4.5 枚、投入台数、2万台。リセット初当たり調査。リセット台の即当たり台数。即当たりはなしですね。レア役から直当たりがあるため、早いゲーム数での当選はありますが、リセット恩恵の 25% で、チャレンジゾーンスタートなどいきなり、同色、ビッグが出るパターンはほとんどなかった。早い当たりが狙える、要素は打てるレベルではなさそう。キックチャンスが狙える、ゾロ目、ゲーム数ですが、111ゲームよりは、222ゲーム付近のゲーム数が多かったですが、キックチャンスのボーナス当選率は約 15% なので、直前以外で打つのは危険かな。リセット台の最大ハマりは、671ゲーム。リセット台以外の最大ハマりは、1008ゲーム。リセット狙い。短縮天井が666ゲームなので、リセット時は天井ボーダーを下げられるが、天井到達率は高くないのと、恩恵もボーナスのみで弱いかな。リセット台で狙える部分は短縮天井のみかな。ハイエナ狙い、狙えるポイントは2点。AT 間天井狙い、AT 間1500ゲーム足す、ボーナスで同色、ビッグこれがあるので、一番のハイエナはここ。しかし、スマスロ SAO と同じで、1500ゲーム以降のボーナスで、天井発動なので、実践データでも、2400ハマりの台もありました。ST 性能は高いのと、ボーナス引いたらデータ機は、リセットされるので、お宝台は拾えそう。チャレンジゾーン狙い、ほとんど狙えなそうだが、RB 終了後は、チャレンジゾーンに入り、その間にボーナス引けば同色、ビッグになる、このパターンの台は、たまに落ちているので一応見つけたら、打ちましょう。天井情報。天井は2種類あり、重要なのが ST 間ハマり、期待値だが ST 性能など考慮すると、ST 間1000ゲーム、ハマりで2000円。ST 間1100ゲーム、ハマりで3500円予想。最悪は2499ゲームハマりまであるので、投入直後なら1500ゲーム以上のハマり台、狙いでも良さそう。高設定、低設定データ。設定6の勝率は 95% あるらしい。最大ハマりが372ゲーム。これが高設定グラフのいいパターンならばかなりわかりやすいかもしれない。チャレンジゾーンの当選率が別格で初当たりからの同色。ビッグも明らかに他のデータ以上に良かった。設定6はエクストラ設定ですね。シダ情報だと設定6は300ゲームハマりにくい。高設定の出玉はかなりヤバいデータですね。ネットの噂設定6は300ハマらない、設定6データもハマらない、データが多くて設定6はエクストラ設定みたいですね。初日の評判だと国評で稼働率も微妙でしたが ST 間ハマりはハイエナできそうなので狙っていきます。私の狙い目、ゾロ目手前のキクチャンス狙い、ゲーム数ハマり750ゲームから、ST 間ハマり1100ゲームから、この3点で狙ってみます。さらに詳しくは、ブログにて公開しております。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方は、いいねやチャンネル登録、よろしくお願いします。